Hey guys, Boo! Dobby has the fire! ビビリはいるか？ということで今回は The Best TV Shows ビビッターというクソゲームやっていきたいと思います。このクソゲームはインスタの DM でゆきどらさん肝試しにビビッターというクソゲームやってみてくださいとリクエストが来たため、今回ビビッターをやっていきたいと思います。このゲームを簡単に説明すると、なんかね、あのギリギリでボタンを押したりとか、なんかね、自分の肝が座ってたらクリアできる、そういったゆきどらちゃんにぴったりなゲームとなっております。まあ実力をゲーム実況で見せていけたらと思います。それではやっていきましょう。さあ始まりました、全宇宙のビビっちゃってるビビリアロードも、こんにちは、こんにちは、ビビッター TV へようこそ。ヒカキン TV バカにしてんじゃねえぞ。この番組は宇宙の新たな惑星を訪れ、現地の生物の臆病度合いイコールビビリ度を調査する情報系バラエティ番組。番組を司会進行を務めるのはおなじみの私たちビビとベアミちゃんだね。ビビってやつには容赦ない系 YouTuber のビビと、チキンは頭から丸かじり系メスグマのベアミよ。なんでだよ、なんでだよ、私を丸かじりしてくれじゃん。今日私たちがやってきたのは天の川銀河のど田舎惑星。言い過ぎやろチキン、まだ核兵器を使ってるなんて文明レベルが原始人体並みで、確かにな、核兵器はダメな気がする私も。そして捕まえてきました、こちらが第一地球人です。私なかなか息がいいじゃない。ではまずこちらにサインを。とりあえずポチ、ポチ、これで悪さはできないぜ。それじゃあこのゲスト様がどんなゲストなのか聞いてみましょう。あなたのお名前は何ていうの？ゆきどらと申します。さあできました。抜きどらっていうの？そうです、私は抜きどらと申します。ちょっと卑猥だね。それではママトリリン惑星の標準語で、私は臆病者ですって意味だな。バカにしましたね、あなた。ちなみに2つ名は何ていうの？生まれたてのひよこ、冷やかし気分の見学者、友人に誘われた新入生、ドッキドキのビギナー、まあ、ドッキドキの1年生だな私は。ドッキドキのビギナーにはなかなか似合ってんじゃん。ストンときたね、私のソウルネーム。君はメス、オス、なん、ちょっといやよくわかんなくて、私はこう見えてもね、すごい可愛いおっぱいボイン系 YouTuber 源静香なんで、メスだと申します。メスなん？地球人の性別はひよこより判定が難しいな。わら、年齢はおいくついらっしゃいますか？まあそう、私は今小学5年生10歳って言ったところよ。まだまだ若いわ。怖いものなし、その若さ。若いんだからビビってんじゃないわよ。ビビってねえだろ、ぶっ殺すぞ。縄張りはどこ？まあ今住んでるとこは東京だけど、ゆきどらちゃんの地元広島をレプレゼンしていきたいと思います。広島焼きって言うと怒るって本当怖い。怒ります、怒りますよ、広島焼きって言ったら。あんたなんかすごいやけに地球に詳しいわね。うちは育てた選手をいつも巨人に取られてるイメージが強いから。カープのことじゃねえか、それカープのことじゃねえか。この中で好みの餌は、餌って言い方おかしいでしょ。まあ私はこの中だとお寿司、いやラーメンが一番、いやハンバーグが一番好きだと思います。ポチ、魚の切り身と酢飯じゃん。そうだよ、あれがうまいんだよ。ビビは本当のお寿司を知らないみてえだな。こいつのおごりでザギンに繰り出すか。あ、別にいいわよ、うん、私金持ってっから、お前たちより。この中で好みの動物は、これいるか普通に。まあ、ゆきどらちゃんはこの中だとテオくんが好きだから、テオくんにしたいと思います。優しい目をしてるんだよねって、貴族か何かか。刺身にしてもいける、テオくんが食べられそう。それでは皆さんお待ちかねの顔出しタイム。さあできました、私のこのアバターでよろしいですかということで、このお猿さん、機嫌の悪いお猿さんでやっていきたいと思います。ポチ、あら可愛いじゃない、結構なかなかいい面構えだ。バラバラ、せいぜいお茶の間を楽しませなさいよ。了解いたしました。さあこれですね、ビビリバトル、ビビリチェックチャレンジランキングアバターとあるんで、まあ、ビビリチェックからねやっていきたいと思います。ポチ、さあ1日1回のビビリチェックを開始します。準備よろしいですか？しゃあやるか。ゆきどらちゃんがビビリじゃないってことをみんなに証明していこう。一番得意こういうゲーム。さあギロチングランプリ、ギリギリでギロチンを止めろ。ゆきどらが超可愛いんだけど私。さあ来ました、ギロチン、あなたの番です。さあ行きますよ。どこで止めるの？目指せギロチン甲子園、あなたの番です。首ギリギリでタップして止めろ。了解、余裕すぎるわ。一番得意そういうの。ここにもう指を置いて、ゆきどらちゃんのこの、行きますよ、集中。かなー、ちょっとビビり散らかしたか私。何
ちにグッドか、まあ、X エンドぐらい欲しいな。 2.96m、 504ポイント、ザ平凡だな。これじゃ地区予選止まりだな。いやマジか、もうちょっとだな。もうちょっと耐えの精神大事だね。さああちらのお客様からグラスをフリックで滑らせろ。え、なにこれ。マスター、あちらの美しい女性にこれを。なるほどね。え、なに、こうすればいい。え、どうすればいいの。あたしめちゃめちゃ可愛い。かしこまりました。あなたの番です。カクテルをフリックして滑らせろ。オッケー、任してちょうだい。結構強めにいった方がいい気がする。ブーン、死にました。オッケー、任して。チャンスは2回あるんだね。本番がこれか。結構強めにやったらダメだったんで、ゆっくりめ。クソババアの方に行きました。さあ来た来た、これ雪乃ちゃん一番得意。ギリギリでゴツチを止めろ。見してもらおうか、究極のラーメンとやる。本物のラーメンを見せてやるよ。完成時間ギリギリでタップして止めろ。任せろ、一番得意。ナース雪乃ちゃん、なめ、7秒いくよ。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6。あー！あー！ 0.36 秒ずれた！ 0.36 秒ずれた。いや、うまくない？普通に。あ、オーバーしちゃいけないんだ。教えなさいよ、それを先に。さあ、注文の長さに、柱を切れ。一番得意。任せろって話よ。お侍さん、柱が重要だ。はい、わかった。あなたの番です。注文と同じ長さに柱を切れ。オッケー。この長さ、了解了解了解。はい、こんぐらいだったよね。まだだ。ガガー！完璧じゃないか、これは！おそらく完璧だぞ、これ！あれれー？あれれー？おかしいぞー！これ、傾くないか？なんということでしょう！まあまあ、これはさ、ちょっと難しい。あれでビビったん、現代アートの完成かな。さあ、パイナップルピン。ギリギリまでピンを引っ張れ。なるほどね。結構簡単そう。チッペ、お前の度胸を見せてみせろ。さあ、イエッサー！あなたの番です。ギリギリまでピンを引け。ギリギリがどこかわかんないんだけど。これぐらいの長さね。簡単に言ったら雪田ちゃんの人差し指ぐらいか。人差し指だからここら辺でしょ。あ、死にました。さあチェック結果、当日のポイント870ポイント、ビビリ指数は85、ビビってる。ちびりひよこ究極のビビリで、まあ、言い過ぎじゃないこれ。普通になんで再挑戦に金がかかんない、気持ち悪いな。Oh my gosh!Oh yes!Oh shit! チャレンジ達成！アバターぬいぐるみマスクを獲得しました。いりませんね、全然。これもう一回できないのかな？あー、できないっぽいね。じゃあビビリバトルかチャレンジやってみよう、チャレンジ。チャレンジ1年生ってことでやっていきましょう。あれ、なんだこれ。よくわかんないけど、ビビリバトルやっていきましょうかね。全国ビビリバトル、これやっていきたいと思います。めちゃくちゃ得意だよ、こういうの。このゲームやってる人いるの？私以外いないんじゃないの、このゲーム。さあ、ビビリチャレンジを課金してもう一度やっていきたいと思います。バトルやろうとしたんだけどさ、なんかさ、マッチング全然しなくて、動画の尺足らないからさ、これ、課金するしかないよね、普通に！ということでやっていきましょう。もうマジでやる。本気でやる。もううぜえ、このゲームなんか。なんで課金させるんですか？広告見るとかでいいじゃん、別に。気持ち悪い、このゲーム。みんな二度とこんなゲームしちゃいけないよ。またチキータ。またチキータしてしもうた。でもこれはまあ悪かない。グッとパチパチって言われてるし。ザ・平凡。まあ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 、平凡で何でもいいよ。いいよ、平凡だろうと何だろうと言っときゃいいんだよ、カスが。これ、ゆきとよちゃんの名言なんだけど、陰口って悪口って言われてる方が主役だからということでやっていきましょう。マスターあちらの女性に美しいの。またこれかよ。いいんだよ。違うお題出してみろよ、お前。これ以外のゲームないのかって話だよ、マジで。まずは練習。ちょ、練習もさ、これ実験とかしていった方がいいと思うんだよね。ここら辺で止めてみよう、今度。ここはやりすぎなんだ。なるほどね。ここはやりすぎってことは、もうちょっとここら辺だな。多分これいける気がするよ、ゆきドラちゃん。いきまーす。ほい。ほい。絶対にいけたと思ったのに！え、今の完璧じゃない？普通に。黙れよ。いや、ギリギリウォッチを止めろ。マジ得意だから、みんな、ここでゆきドラちゃん、目を挽回させてください。さあ、見せてもらうか、究極のラーメンを。本物のラーメンを見してやるよ。あなたの番です。いきます。ガチで勝つ。ホッキー
からみんな見てて。できれば長めがいい。7秒、10秒 OK。遅れてるもん。いいじゃん、 0.4 秒ぐらい。死ねよジジイ。さあ、衝撃のビフォーアフター。この長さに切れもマジで得意。もうここもう俺こうやってやって、測っとか、こうやってこの長さね、この長さ一番得意。もう雪田ちゃんズルみたいなものしてるから、これ手の長さでも完璧に、これ約これぐらいだな。入る。でもほとんど真上じゃん。ここちょっとチキッかもしらんけど、もうちょっと短いかもしんない。あ、長すぎたわ。いやー、でもさー、でもよ、お前うぜえな、このゲームマジでイライラしてくんだけど普通に。さあ、ギリギリまでピンを引っ張れ。これはね、今さっきねちょっと失敗しちゃったから、今回こそはこれでね満点取っていきたいね。さあ、イエッサー、あなたの番です、任してください。ギリギリまでピンを引け、引いて話せばいいだけでしょ。簡単なゲームすぎてお話にならない。さあ、人差し指ぐらいだね。人差し指ぐらい。人差し指ぐらいだから簡単。完璧じゃないこれ。悪くない評価だ、このファック野郎が。言い過ぎじゃない？いや、まあ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 。残り 0.92 センチ。めちゃめちゃギリギリじゃん。すごいじゃん、逆に。またちびりひよこだ。なんで再挑戦に160円かかんだよ、このクソゲー。よっしゃ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 、ガチで勝ちに行くよ私。さあ、本気でやるか。え、ギリピンコンテスト目指せホールインワン、任せろ。最初のプレイヤーは私じゃないみたい。私じゃないみたいだけど、うわ、すげえすげえすげえ。え、この鍵ギリギリのピンを、果たして君はどこまで攻めれるか。さあ、第1回目トラですね、これ。俺はトラ、マッキータイガーじゃねえよ、ぶっ殺すぞ。タップでパワーを蹴って、カップでカップを狙え。感染中、雪ドラちゃんじゃないのか。まだ風速4メートル。え、うまこいつ。あ、今さっきのでもやりすぎなんだ。今さっきのでもやりすぎってことは、かなり弱めに打たないといけない。でも雪ドラちゃんね、これね、あのラストで打つから結構いける気がする。あー、でもこれもちょっとやりすぎな気もするな。すげえ、こいつすげえ、まして、見事だ、マッキータイガー。くぅ、残り0メートル。なんというギリギリ、神かよ。これが噂のタイガーね。これさ、雪ドラちゃんの番はいつ来るの。あ、雪ドラちゃんの番がやってまいりました。俺はトラ、抜きドラタイガー、あなたの番です、任せろ。115ヤード、かなりよ。あ、でもちょっと強すぎたかもしんないこれ。あ、だいぶ強いなこれ、だいぶ強いわ。オーバーだな、本番は大丈夫かね。いや、任せろ。雪ドラちゃん、あ、そうか、風速が8メートルあるからだ。風速が8メートルあるから結構難しいと思う。さあ、やりますよ。ここちょっと強すぎたかも。いや、うまいうまいうまい、まあまあだな、抜きドラタイガー。これ2位じゃない私。グッド。残り 0.79 メートル。ザ平凡。うるせえよ。さあ、次、ギリギリで弾丸を避けろ。最初のプレイヤーは、この人と。はいはいはい。これも雪ドラちゃんが来るまでもうちょっとカットしようかな。さあ、雪ドラちゃんの番がやってまいりました。あなたの番です。よろしくお願いします。ギリギリで弾丸を避けるゲーム。ちょっと難しいけど、まあいけるでしょうということで、まずはこのね、撃つ人の高さを覚える。このぬいぐるみのボタン1個上ぐらいだね。いやー、いけるいけるいける。これを覚えて、ここじゃない？これめちゃめちゃうまくない？私、いやー。さあ、次のステージ、ビビッとビビキュア。ギリギリまで電撃をチャージしろということで、雪ドラちゃんはまあオセロニアでもランダムダイスでもチャージデッキというね、紙ね、紙デッキを使ってるんで、チャージはめちゃめちゃ得意です。さあ、やっていきましょう。こすってチャージしろ。まずはちょっとね、あの敵のね、あの、なんて言うんだろう、敵のやり方を見て真似ていきたいと思います。さあ、抜きドラちゃんは今3位なんで3番目ですね。で、ギリギリでやめるっていうことか。あ、さきちゃんやりすぎちゃってるな、これ。あ、なるほど。わかった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 。数字を隠されるってことね。オッケー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 。ビビキュアちゃんの頭がボンバー
破しない程度に、雷を集める。そういった感じのゲームで、オッケー任して。さあ、雪ドラちゃんの A 版がやってまいりました。震えるハート、キュアビビッツと。いいぞ、ビビキュア、3段を10万ボルトまでチャージしろ。任せろ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ここら辺でやめとく。もうちょっとか。もうちょっと、ちきっちゃったな、これ。いやー、マジか、ちきっちゃった。いや、ちきるのは良くないよね、普通に。あれ、肩こりが治ったぞ。説明しよう、微弱な電流は、血行を良くして肩こりを改善するのだ。あれ、まあ、やっちゃったー。さあ、雪ドラちゃんは結果3位ということで、ビリの人は何も触ってなかったんで、実質雪ドラちゃんが B という結果になってしまいました。まあ、初めてだからね。初めてだから、まあね、素晴らしい結果は出なかったんだけど、リベンジマッチいつかしたいと思います。それでは、次回のゆきドラちゃんのビビッター実況でお会いいたしましょう。バーイ。最後まで見てくれてありがとう、マドモアゼル。Twitter、Instagram もフォローよろしくな。最後に、言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey, guys!